気空艇の風切り音に紛れない、すごく強い音になった。懐かしき調べにまどろみ、目覚めてみればこの装いとは。奏者よ、何時には驚かされてばかりだ。私も驚いた。また起きると思ってなかったから。久方ぶりよ。して耳の方はどうだ。おかげさまで。むしろより鋭敏になったか。この身に刻まれた旋律を聞き取るほどに。これほどの奏者の手に渡るとは、幸か不幸か、よくぞこれを成し遂げたものだ。区会金で奏でられていた曲に興味があったの。何度も何度も楽器の癖として残るほどに繰り返し弾かれた、きっととても大きな力を秘めた曲。汝が見出したるは、我がかつて幾度となく奏でたもの。砂山がごとき軍勢を動かし、砂粒がごとく散る者たちの恐れを払い、歩みを止めさせぬための調べよ。軍勢を動かした。空の覇を争う戦、そこに我はいたのだ。鶴の震えに心根は踊り、強者の歩みは律道に揃う。あの大局は呪しと鼓笛が動かした。幾多の奏者が嘆いたものだ。楽なき音は他がためにとな。我もその一人であった。その一人、区会金、あなたが。どうやら天聖器は使い手の魂を宿す器でもあるらしい。何故我をここに置くかは知らぬがな。まことに奇怪なものよ。出会いもまた戦の中。気づけばこれは我が手にあった。そして戦を動かす音色を響かせ、他の者より少しばかり秀でた奏者を大局の要に仕立て上げた。そう、我を戦の要たらしめた骨子こそこの区会金であり、汝の求めた調べなのだ。戦を動かすほどの力を持つかは引き手の天性にかかっておる。その何かに導かれて人は天性器と出会うのかもしれん。故に汝らも力となすだろう。求めるのなら汝がために奏でよう。空の葉を争った戦の調べを。私は汝が戦など望まざればこそよ。その胸の内は好みに染みておる。そう、使い手の癖としてな。自他の平穏を望みながらもこの旋律を求めた。それは
汝の行く末の平穏のためやもしれん。あのような戦がまた起きようとも限らぬ。一つ聞いておくとよい。わかった。それではこれよりお披露目いたしまするは、千年の昔に奏でられた古の調べ、空の強者たちの果敢な戦い、とくとご覧あれ。それも言うの？景気づけよ。若者に何かを教える機会などこのジジイにはもうなかろうしな。そう、願わくはこの調べ後の世に伝わり、そして千年の後に楽たる音と響かんことを。